はい、どうも、たいせいです。本日もご視聴いただきありがとうございます。さあ、SS がバタバタと届き始めました。はい、で、今回は SS 第2弾かな、まあ、前回第1弾ご紹介したかなと思うんですけど、今回第2弾、ご紹介できればなと思っております。まあ、やっぱりこうどうしてもこの時期ね、ファッションをすごく楽しめる時期だと思うんですよ。まあ、冬から春って一気にこうガラッとね、切り替わる時期なので、まあ、そこでね、また気持ちを入れ替えて、環境もね、切り替わる人もいるだろうし、入学シーズンとか卒業シーズンとかになってくると思うので、まあ、そういったところでも多分やっぱりこうおめかしする時とか、自分をこうしっかりと着飾りたい時とかもね、あると思うんですけど、まあ、そういった時にも使えそうなものとか今回ご紹介できそうなのと、個人的にめちゃくちゃ好きなブランドさんがパタパタと届いているので、ぜひそのブランドさんのね、あ、こういうブランドもあったんだみたいなとか、このブランドは知ってたけど、あ、こういうブランドとのコラボなんだみたいなところのお話もできるかなと思っております。購入品紹介なので、実際に僕もね、ここで今日来てみて、皆さんにちょっと僕のサイズ感とかもね、お伝えできればなと思っております。では本日も早速いってみましょう。まず一つ目ですね。一つ目こちらからです。ほい、こちらセモーさんとエイカネコさんという作家さんのコラボアイテムになります。すごいね、グラフィックが素敵で、個人的にあのルックを見た時にすごい気になったアイテムの一つです。で、セモーっていうブランドは僕結構よく着てるんですけども、デザイナーの上山さんって方が、男性のデザイナーさんなんですけどやってるブランドでして、結構僕はいつもシャツとかで、ね、毎シーズン買わせていただいてたりとか、アウターとかも購入させていただいて、結構ね、ここのブランドさんは毎シーズン見ているブランドで、今回そのコラボアイテムになります。素材自体がポリエステルなので、本当にシワになりにくいんですよ。ポリエステルって言ってるんですけど、すごいこうシャカシャカしたって感じてよりかは、ちょっとこうしっとりとしたポリエステル地になってるので、まあシワができにくかったりとか、着心地もいいです。で、見え方はなんかこうシルクっぽく見えちゃうんですけど、本当にその本当にポリかなっていう印象ですかね。着てて多分こうつるっとしてて気持ちいいようなアイテムだと思います。で、夏に向けたりとか、この時期って日中は暑いけど夜は寒いみたいな時もあると思うんですが、中にこうやって柄のものを合わせて、上から重めのコートを着ていただいたりとか、こういったブラックトーンのコートに中だけ柄シャツ着るとかもありだと思います。スタイリングベースで言うと、まあ、そういった合わせ方も個人的にはおすすめしたいかなって感じなんですけど、これセットアップで僕購入しました。で、セットアップのパンツの下の部分が一応ね、ウエストがイージー仕様になってるんですけど、ビーチショーツみたいな感じで、もうクシャ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 ーっとかなり強いシャーリングが入ってますね。なので、ベルトレスで着れるし、ウエストも全然苦しくなかったりするので、僕はすごい嬉しい仕様になっていて、ウエストのイージー仕様って僕こう30代に近づいてきてるんですけど、今20、今年8なんですけど、なんかどんどんと年を追うごとにイージーパンツのものってすっごいね、着てて着たくなるなってお洋服の一つの、まあ、仕様になっていて、で、そこで、まあ、ウエスト周りはイージーで緩いけど、ちゃんとピンタックが入ってるんですよ、このパンツ。よく見るとここの真ん中の部分にここタックつまんであるんで、センタープレスが入ってるように見えて、力がちゃんと出てくれるというか、ストンと綺麗に下がって見えるんですけど、これがあるとないとで全然違うと思っていて、緩めのパンツってどうしてもパジャマ見えしてしまうんですよね。それをどうファッションに落とし込むかっていうディティールで、ちゃんと後ろと前にピンタックをつまんであるので、結構フロントから見て、すっきりして見えるので、セットアップにしてもパジャマに見えないんですよね。ちゃんとドレス見えするようなアイテムでタックインしたりして、オールインワンに見せてもいいんで、まあ、こういった類のセットアップってあるとめちゃくちゃ便利。セパレートでも使えるし、もちろんセットアップとしても使えるしっていうシャツセットアップってすごい便利だと思うので、ぜひね、検討してる方は買ってみてもいいかなとは思います。でも、ウェブサイトではもう完売してたので、あるとこだとセモーさんを仕入れてるセレクトショップになってしまうんですけど、このコラボはすごい素敵だったので、もしね、二次流通とか、セレクトショップの取り扱いであれば、ご購入を検討してみてもいいんじゃないかなと思っております。
で昨日一日僕履いてみたんですけど、やっぱポリエステルなんでシワがなりにくいですね。僕結構昨日ずっと座って作業してたんですけど、そんなにシワが残ってないし、あとやっぱり気にならないですね。ここまでこう柄が入ってるとシワのものってっていう部分で、着てて楽だしおしゃれに見えるし、まあ、ちょっと下手したらコーディネート難しいと思うんですよ。柄全身みたいなのってめちゃくちゃ難しいんですけど、ぜひ、今だからこそ僕はおすすめしたいというか、やっぱり今ワードローブって言って、そのクローゼットの中にこのアイテムってあんまないと思うんですよ。結構こういう無地のジャケットだったりが多いかなと思うんですけど、こういうワードローブに入れることで新鮮な気持ちでコーディネート組めることもありますし、まあ、あとはこういった無地のアイテムの間に入れる、真ん中に差し込んだりして、バランスを整えてあげるのがいいかなと思うので、ぜひともね、ちょっと柄物をチャレンジしてみてほしいかなと思います。若干ちょっと着てみましょうか。本当にこのポリエステルの素材はね、すごいいいんですよね。シルクじゃないけど袖通りもいいし、シルクミネスルポリって感じですね。だから男性ってやっぱりこうよりシンプルになってくるじゃないですか。そういった時に女子だけで戦うのって結構きつくなってくるんですよね。だからやっぱ柄物ってすごい良くて、これタックインとかして着ちゃってもいいと思います。こんな感じです。うん、本当に着てて楽ですね。あと洗濯もそんなに困らないと思うんですよね、このポリ素材。こんな感じでございます。はい、じゃあ2つ目いきます。これはすごい気に入ってるアイテムの一つでございます。はい、こちらです。アイテムはスキッパーシャツなんですけど、ブランド名、ブランド YM です。2シーズンぐらい僕は継続してお買い物させていただいているブランドなんですけど、本当にね、このスキッパーシャツ可愛いんですよ。で、スキッパーシャツって何がいいかっていうと、このね、首元が僕開いてる服が結構好きで、なんでかっていうと、僕自身すごい丸顔なんですよね。なので丸顔で首がすごい詰まったアイテム使うと、結構ねクッとこう顔がね逆に大きく見えたりとか、丸くより強調されて見えてしまうっていう特性があるので、まあ、ちょっと首元にこういった V の、形が入ったりとか、すっきりするティールがあると個人的にはすごい嬉しいティールですね。なので、まあ、こういったスキッパータイプのシャツってすごい僕見がちなんですけど、まあ、今回ねスキッパーシャツ何個か持ってるんですけど、まあ、SS のスキッパーシャツは持ってなかったっていうところと、ブラウン・ワイフルさんのこの柄を見てほしい。マジでちょっとこう透け感のある柄で、地柄を表現してますって感じなんですけど、初めて僕こういう編み方を見て、いや感動しましたね。透け感のある、ところが個人的には好きなのと、コットン 100% の生地にギマ加工って言って、少しこうコットンなんですけど麻リネンとか麻見えするような加工を入れてるので、触るとめっちゃドライタッチなんですよね。本当に気持ちいい、軽くてカラッとした感じの SS っぽさがすぐに分かるシャツの質感なんですけど、ギマ加工って何それって僕は思いながら展示会聞いてたんですけど、まあ、そういう加工があるんだなと思いながらまた勉強になったんですけど、まあ、そういったね質感の、少しドライタッチなスキッパーシャツということで、早く着ろよって感じなんですけど、着ます。シルエット自体も良くて、あとこの色ですかね、ちょっとこうカーキっぽさのあるこの色が僕は個人的に好きですね。着るとまた可愛いんだよね。見て、本当に見てほしい。ほら、結構オーバーサイズな、これダボッとしたサイズ感なんですけど、袖もね結構長め、もうストンと落ちるような感じで、裂けないようにちゃんとここにリーブを入れてたりはしてるんですけど、ストンと落ちるスキッパーニットみたいな感じです。でめっちゃ可愛くて、これね夏にこのサイズ感だとショーツとか合わせたくなりますね。ショーツを合わせて少しゆったりとして、ゆったりウーマンとかサンダルにスタイリングを組めたらかっこいいなと思いながらこれを買ったんですけど、いやもうすでに気に入ってますね。やっぱり結構ねコットンだから自由が利くんで、意外とガシガシ使えるのと、まあ、タックインしたりしてもすごい可愛いですし、これはねぜひニットで探してる方はブラマイムのニット見てほしいです。サマーニット僕あんまりいつも買わないんですけど、この編み地に惹かれましたね。地柄っていうんですかね、編み方がちょっと珍しすぎるなと思いながら、ただね、でもこれも多分こうコットンの細い糸なんでほつれてくるとかもあると思うんですけど、そのほつれもなんかすごい経年変化だと思って着ていけるかなって思いました。でもこれはうん、すごい素敵、かっこいいです。買ってよかった。3つ目でございます。
はい、まずこちらアンバーさんというブランドでございます。このブランドも昨年ぐらいからすごいお世話になっております。アンバーの服はね、本当にあの細かいし、パンツが本当にシルエット綺麗なんですよ。アンバーのパンツはデザイナーさんから聞いた話なんですけど、数センチ単位、数ミリ単位でパンツの研究をしている方で、でもこれ話聞いただけなんで、あの僕もあんまりよく分かってないんですけど、正直言うとすいません。でも本当にそのパンツというパンツの形の研究をやり尽くしたみたいなことをおっしゃっていて、でまあ分かるんですよ、その方の僕あの実際にお会いして、あのお食事とかも行かせていただいてるので、アンバーのデザイナーさんとあのめちゃくちゃ極めるんですよ。 何事もすっごい極めたくなる方で、まあ、もちろんそれはアパレルだったり服も洋服もそうですし、別のお仕事をやってる方のお仕事もそうですし、普段からプライベートでやってるゲームももう本当に世界一とか日本一を目指しに行く方で、もう何事も本気みたいな方なんですけど、まあそんな方が作るお洋服と思ってください。なので入れ感謝はすごく細かいです。デザイナーさんももともと文化出身の方なので、実際にこう服作り、ものづくりをちゃんと学んだ、方がやっているブランドさんです。でアンバー自体やっぱりこうデザイナーさんが表に出てないので、どういう方がやってるのかなって思われる方も多いんですけど、まあ、そんな方は僕はあの直接あのお話しさせていただいて、あすごいいい優しい方でした。すごい、あこの方の服は僕はすごい袖を通してみたくなったなって思った方のブランドです。今回アンバーコットン地のね3ピースなんですよ。タイロケン風のコートですかね、襟が大きめのタイロケンっぽい雰囲気のコートになってます。ぽいっていうところもタイロケンコートのディティールがなかったりとか、もう本当にそれを簡易化させたというか、もっとこうデザインをマイナスしていって、もう本当にさらっと着れるオーバーサイズのコートっていう感じに仕上げてありますね。このコートめちゃくちゃかっこよくて、サイズ3で僕は着てるんですけど、すいません全身が見れないけど、全身の写真をどっかこの辺に載せておきます。襟が大きめなのがすっごいかっこよくて、コットンのコートなんでシワはどうしても気になります。シワはどうしても気になるんですけど、まあ、SS だからこそこのシワ感と質感も楽しめるんじゃないかなと個人的には思いました。スプリングだけで終わらず、秋冬も問題なくいけるかなと思ってます。裏地はなくて本当に一枚地というか、裏地も入れてない状態ですね。袖通しは普通に裏地にキュプラとかも使ってないので、袖通しに関してはあまり気にならないかなとは思うんですけど、まあ裏地がついてたらより袖通しは良くなったかもしれないんですけど、多分 SS のことを考えてるので T シャツとかになると思うので、袖通しはそんなに気にしてないんじゃないかなって思います。下が結構面白くて、裾ですね、裾がラウンドカットになっていて、でスリットが入ってるみたいな感じですけど、みんなここボックスにするんですけどね、タツとコートの間っていう印象のアイテムですね。このチャコールグレーもすっごいかっこいいんですよ。スミクロみたいな色、大人っぽい、マジ上品です。まあ、ただねちょっとシワになるのが僕的にはあれなんですけど、まあ、シワのことさえ気にしなければ問題はないかなって、逆にこのシワを楽しんじゃうっていうのも一つですけどね。でこれワイドストレートのパンツですね。僕が秋冬でも着ていたセットアップのサイジングをキープしながら、少しこう日置仕立てになってるとか、よりシンプルな印象に仕上げているアイテムになります。セットアップで大人っぽく着たいかなって感じですね。この着用もまた載せときます。はい、うん、いい、さらっと着れるこういうセットアップって SS いいですよね。僕は一つあると安心するなと思って買いました。やっぱウールのセットアップもかっこいいんですけど、ちょっとたまにウール以外のものも着たくなるなって方は、ぜひコットンがいいかなと思ってます。なんやかんやで長々と話したんですが、ね、第2弾届いて、購入したものはセモン、ブラウンワイン、アンバーっていうブランドのラインナップになっております。まあ、少しはちょっと皆様も SS の買い物の手助けになればなと思いながらやらせていただきました。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 YouTube をもう少しで4万人とかになってくるので、本当にいつもあの見てくださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
みんな SS 楽しんでー。